1936年8月、ドイツの首都ベルリンでオリンピックが開催された。このオリンピックスタジアムの壁には、かつてのメダリストたちがその名前を連ね、今も当時の栄光を静かに称えている。日本は水泳の前畑、三段跳びの田島など多くの競技でメダルを獲得し、その力を世界に示した。しかし彼ら以外にも世界中を驚かせた日本人たちがいた。サッカーの日本代表チームである。遥か東の果てからやってきた全くの無名チーム日本が、優勝候補のスウェーデンに逆転勝ちを収めたのである。そして人々はこの勝利をベルリンの奇跡と呼んだ。これまでに数々の名勝負が行われてきた国立競技場。この一角にある秩父宮記念スポーツ博物館に、一着のユニフォームがひっそりと佇んでいる。ベルリンオリンピックで決勝ゴールを挙げた松永明選手のユニフォームである。初めての世界大会、初めてのオリンピック。彼らは日本代表の誇りを胸に、ベルリンのピッチに思いを馳せた。1936年6月20日、オリンピックに参加する日本選手団が東京駅を出発した。シベリア鉄道に乗り、ユーラシア大陸を横断して一路ドイツへ。飛行機が発達していなかった当時、ヨーロッパへの旅は全行程2週間を超える大旅行であった。当時のドイツはヒトラー率いるナチスが支配しており、ベルリン市内は戦争の匂いが色濃く漂っていた。しかし初めてヨーロッパに遠征した日本代表は、それ以上の衝撃的な経験をすることになる。それは3バックシステムとの出会いだった。日本では当時フルバック2人を置く2バックシステムを採用していた。しかし1925年オフサイドのルールが改正されていた。それまでオフサイドラインは守備側3人目の選手であったが、今の形に近い2人目の選手に変更されたのである。この結果、2バックシステムは過去のものとなり、ヨーロッパでは3バックシステムが主流となっていた。ドイツに到着した日本は、ベルリン市内のクラブチームと3試合の練習ゲームを行った。しかし結果は全敗。日本が3バックシステムと対等に渡り合う術を心得ているはずもなかった。当時私どもはバックがこう2人で2フルバックで守っとったんですけど、それが3バックで守ってるということが分かりましてね、ほで急遽そのシステムを日本のチームに導入したんですよ。全員がそれで事前まで苦しんでたから、ああこれだっていう感じで、みんなその、なんて言いますか、消化したというかね、了解してやれました。開幕までわずか1ヶ月、まず1勝を目標にしていた日本は必死で3バックシステムに取り組んだ。そしてこのシステム変更がベルリンの奇跡を呼び起こしたのである。8月1日、10万人の大観衆が見守る中、ベルリンオリンピックが開幕した。参加52カ国のうち、サッカーにエントリーしたのは16カ国。試合は予選なしのトーナメント方式で行われた。
日本の初戦は8月4日。相手は優勝候補のスウェーデン。ゲームは予想にかなわず圧倒的なスウェーデンペースとなった。日本も必死の守りを見せるが、技術、戦術、体格に勝るスウェーデンにボールを支配されてしまう。そして前半25分に先制点を許すと、その12分後にはさらに1点を奪われて2対0。ハーフタイムには誰もがスウェーデンの勝利を信じていた。しかし肩を落とす日本イレブンに鈴木茂吉監督がかけた言葉は意外なものであった。前半2対0で終わりましてね、ハーフタイムの時にね、あの監督だった鈴木さんという方がね、面白いこと言いましてね、今日みんな調子がいいよってなこと言いますと、おそうかななんて思いましたね。ともかく、スウェーデンをやっつけるんだというその要するに強し投資ですよね。これが結局地球を呼んだと言いますかね。日本は2点差をつけられながらもさらなる投資を燃やして後半に臨んだ。そして後半開始からわずか4分後、川本泰造がゴールを決めて1点を返す。さらに後半14分、右近徳太郎が同点ゴールを叩き込んで2対2、ゲームを振り出しに戻した。怒った獣のように日本ゴールに襲いかかるスウェーデン。その前に捨て身の守りで立ち塞がった3人のフルトン。この時日本イレブンの体力はすでに限界に達していた。そしてただ溢れる闘志だけが彼らの体を動かしていた。やまとんでしまえ。どうぞしみる。Det kan inte tala som en gång. Var den underligaste match jag sett i mitt liv. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för världsregeln åt Nippon. Och svenskar... Så して後半40分、ついに奇跡の瞬間が訪れる。ゴール前でカットしたボールがただ一人前線に残っていた松永の元へ渡る。そして松永はただゴールを目指して走り始めた。至近距離から放った松永のシュートはゴールキーパーの正面へ。しかしボールはキーパーの股間を抜けてゴールネットに吸い込まれていった。で松永が夢中になって突っ込んで、おそらく